小林少女は日本の気象予報士、茨城県日立大宮市出身、株式会社ウェザーマップ所属。特技は野球、趣味は動物園、水族館巡り、野球観戦。苦手なのは早起きである。気象予報士を目指すきっかけとなったのは、中学校の野球部のとある練習日に雪の予報を部員に伝えたところ、その日は晴れだったため予報は外れ。 以来、デマとあだなされるまでとなったことから、先週大学卒業後、2012年に気象予報士となり、2013年よりウェザーマップに所属。2019年3月まで TBS ニュースバード TBS ニュースに気象キャスターとして出演した。同年4月1日より、日本テレビ系 ZIP に、ガツ、水。 金曜担当の気象予報士として出演中。本人曰く、好きな天気は、滋賀とのことである。就寝前に、動物の写真集を見るのが原因かわからないが、鼻血をよく出す。過去、鼻血でシンを捨てたらしく、冬場は、よれよれのダウンコートを着て、フローリングに寝ている。2020年2月13日、ミトホーリーホックのオフィシャルウェザーサポーターに就任した。 2020年4月22日より ZIP のお天気コーナーを個人的な事情により休演したが5月4日の放送より復帰した。ありがとうございます。